私は幼い頃体力がなく、スポーツができず、勉強もできない、そんな子供でした。そんな私の最初の夢は、そう、魔法使いになることでした。しかし、ほどなくして私は知りました。どうやらあれは嘘らしい。<laughs> 少し泣きました <laughs>。でちょっと泣いた後ですね、私は今度はドラえもんを手に入れることを企てました。 彼のあの秘密道具があればどんなに楽しいだろうあの道具があればこんなことができる絶対に伸びたよりも上手にやる <laughs> そういう自信がありましたところがほどなくしてまた私は知ってしまったドラえもんが生まれる22世紀まで自分がおそらく生きることができないということ <laughs> そしてその時はもう本当に泣きました ひとしき泣いた後と思いついたんです22世紀が待てないのであれば自分で秘密道具を作ればいいと我が家は少し特殊でした私が父から守らされたのは人を傷つけないことそして人のものを盗まないことこの2つですこれさえ守っていれば多少社会のルールから外れようがいえだいぶ社会からのルールから外れても何も言わないそういう親でした結構とんでもないと思います でただそんな私はそれに気をよくして小学校の頃からやれ図書館に行きたいやれ秋葉原に行きたいと学校を休みがちでした当然友達なんかできません人付き合いも分かりませんでしたそんな私を救ってくれたのは自分が作ったいくつかの秘密道具でした忍者の履く水雲のようなものロケット花火をある時間になると自動的に発射する装置 そんな,愛のないものでしたただある時から周りの人が何人か実験を手伝ってくれるようになりましたそうやって私は少しずつ人との付き合い方を覚えていきました気をよくした私は足が遅いのであれば電気で走るスケボーを泳げないのであれば発泡シロールで船をと自分自身の努力じゃなくできないことをできるようにする秘密道具を作ることで解決を図るようになってきました そんな子供がそのまま大人になったそれが私です今日は皆さんにこんな私が仲間と作ったいくつかの秘密道具をご紹介したいと思いますある時私は思いましたああ空を自由に飛びてえな子供の時じゃないですよだいぶいい年になってからです最初は例の竹コプターですね あれみたい自自分自身をを飛ばすことを考えましたただ今の技術ではすごい巨大な装置になります運搬して組み立てて動作確認をして周囲の安全に配慮して安全点検してで最後に運輸局 <laughs> 許可を取ってですねその後やっと飛び立つことができるなので私はこう思いました今思い立ってすぐ飛び立てるそんな道具が必要だ そうして作ったのがエクストコプターという道具ですこれは自分自身ではなくその自分の分身を空に飛ばします映像の奥で私が立って掃除をしていますこのエクストコプターカメラと2本のアームがついていますカメラは VR ゴーグルを通じて自分の目となりアームは自分の動きを計測するキネクトという装置を使って自分の腕と同じように動きます 自分の動きを自分の体で行うことでそれをそのまま遠くにあるロボットに伝えることができるそういうロボットです作ってみた結果分かったことがありますとても酔うんです <laughs> カメラで撮った映像は微妙な遅れを伴って自分の目に届きますこの数百ミリ秒というわずかな遅れは私たちの乗り物酔いと同じような効果を生みます一種の VR 酔いとの質の一つですね でただしこの問題は科学の技術とともに徐々に解決されつつあり2020年にはよりいいものが作れるそういうふうに目論んでいますでこのドローン最近何かと悪い方向で有名にはなってしまいましたがとても面白くて高い将来性があることは間違いありませんそんなドローンをこう夜な夜ないじっているとですねいろんなものが作りたくなるんですね次に このドローンを使用しした秘密道具一つお見せします動画を流しますのでこれが一体何をする道具なのか当てていただければと思います一見普通のドローンなんですが特徴的なのはこの先端についてるこのモフモフっとしたやつですねこのモフモフ自由に角度を調整できるアームの先端についていますそしてドリルのようにぐるぐる回ります でまたカメラがついていて目標物を認識して自動でゆっくりと近づいていきますもうちょいもうちょいはいそろそろお分かりですかねはいこれで世界初戦車をするドローンです <laughs> ぐるると言いますで、ただですねまあ皆さん多分頭の中にあると思うんですがこれで戦車するのはバカだろうとあまりにも効率が悪すぎます そこで活躍するのがこのクルルという相棒のロボットですクルルは自動車の表面に張り付いて表面のほこりをくるくるとルマのように落としていきます車の大体の汚れは毎日こうやって継続的にほこりを落とすことでだいぶ抑えることができますただそれだけでは取りきれない例えば鳥の糞みたいな汚れがあったときにこのクルルは先ほどのグルルに共有塩養成を出します ぐるるは呼ばれると自分の充電ステーションから飛び立ちくるるの位置を自動で認識してで洗剤のついたブラシで局所的な清掃を行うそういうシステムです作ってみた結果これにもですねたくさんの課題が見つかりましたここではあげませんただ私の車にはこの時についたたくさんの傷が <laughs> 今でも残っています 次にですねあの私たちがこのドローンと同じぐらい注力している秘密道具人の移動手段モビリティについてご紹介したいと思います自動車をはじめとしたモビリティ外見上こそそんなに大きな変化はないですが中身はとても新しい技術が数多く投入されていますそんなモビリティの分野で新しい使い方や使われ方こういったものを提案できるものを私たちは作っていますトヨタ自動車を育てた トヨタ・エイジさんはこう言言ったと言います理想の車とは孫悟空が乗るキントーンであるとキントーンは雲のような外観を持ち呼べば颯爽と現れて乗れば自由自在に動き回ることができ目的地を連れれば連れてってくれるそしてぜ決して事故を起こさない間に受けた私たちはこれを実際に作ってみることにしましたできたのはこれです <laughs> キントンと言います 残念ながら空はまだ飛びません特徴的なのはこの外観です風船でできています座る人の形状に合わせて雲のように自由自在に形を変えますキントンにはカメラとレーザーセンサーがついており障害物を避けながら自動的に目的地に向かったり自分の飼い主を見分けてあと荷物を持ってついていったり他にもおしゃべりをしたり嫌いな人が乗ると振り落としたり 結構実用的な機能を盛り込みました <laughs> そんな中でもですね特にいろんな人に喜んでいただけたのはこの機能です指差し操縦機能といいますキントンは特殊な腕輪型のセンサーをつけることで操縦することができますその腕輪をつけて行きたい方向を指差すとその方向に向かいます映像で黒い服の彼が指差した方向にこの子供を乗せたキントンが向かっていっているのが分かると思いますこの機能 お年寄りから子どもまで一度体験すれば誰でも自由自在に操縦できるそういう機能になりましたこの「誰でも」という点でこのキントンとても大きな気づきを私たちに与えてくれました誰でも乗れるモビリティこれを考えた時私たちは無意識のうちに健常者を対象にしていることに気が付きましたそこで私たちはその枠を広げて障害者の方も乗れるモビリティにしたい そう思いました作ったのはこのエグゾホイールという車椅子型のモビリティです世の中にはたくさんの車椅子型のモビリティが提案されていますただそのほとんど全てが障害者の方のみに向けて作られています私たちはそうではなく障害者も健常者も誰でも乗ることができるそんなモビリティにしたい それを実現することで真のバリアフリーを実現するそんなモビリティにしたいと思いましたただし健常者が思わず乗ってみたいそう思ってくれるようにするためには何が必要か考えた結果まずかっこよくあることそして足よりも便利であることさらに楽しいことこれが重要だと考えました質問ですこのエグゾホイールかっこ悪いと思われる方手を挙げてください勇気を持って えー、ちょっと多い <laughs> まあであれば大体ただですね今何人かの方手を挙げていただきましたが大体80%のくらいの方が超かっこいいそう言ってくれるモビリティに仕上がりましたよくあるアンケートの取り方ですねはいただこのエグゾホイルかっこいいだけじゃないんです通常このような車いす型モビリティ こんなスティック型のコントローラーラを使って操縦しますなので片手はいつも操縦に専念しなくちゃいけませんそうすると操縦中に自由に使える手片方の手だけになります一方エグゾホイールは体の姿勢傾ききでで操縦すすることができますそのため健常者が何気なく行っている例えば両手に物を持って移動するですとか片手に物を持ってドアを開けるこんな動きを当たり前のように実現することができます またもう一つこのエグゾホイール大きな特徴がありますそれはスポーツモードというモードに変形することでスポーツができるということですスキーのような動きで高速に素早く動き回ることができます両手が自由に使え素早く動けますのでこのようにインラインホッケーラクロスバスケットボールなど数々のスポーツを楽しむことができますいつの日か健常者と障害者が同じものを使って同じルールで 日常生活もスポーツも楽しむことができるそんなモビリティにしていきたいと考えています最後にこのスポーツという観点でもう一つ秘密道具をご紹介しますよく高度に発達した科学は魔法と見分けがつかないということが言われますただこの言葉高度に発達した科学は結果としてたまたまなんとなく魔法のように見えるちょっと消極的な感じがします なので私たちはもっとこれをアクティブに魔法の世界を科学と技術で実装しそれをスポーツの世界に持ち込みたいそう考えました私たちが実装しようとした魔法の世界それはこちらですわかりますか映画「ハリー・ポッター」の中で大人気のスポーツクリッチですこのクリッチができたらどんなに楽しいだろうそう思い私たちはこのクリッチを実際にプレイできるシステムエクストブルーム を開発していますクリチをプレイするのに一番最初に必要なのはもちろんこのホウキですそれでは早速登場してもらいましょうどうぞプレイヤーは彼坂本くんのようにインラインスケートを履いてホウキ型モビリティにまたがりますアクセル操作ブレーキ操作は手元のセンサーで直感的に行うことができます慣れるとこのように自由自在に動き回ることができます ちなみにこの放棄型モビリティ彼坂本君が電子回路制御を担当してますこんな顔してますけどモデルじゃないですちゃんと一流のエンジニアです <laughs> そしてですねこのクディッチプレーするためにもう一つ必要なものこれですねスニッチと言われる魔法道具です人から逃げ回る、まあ、ちょっと厄介なボールですねこれを私たちはドローンを使って実現しましたこのドローンにはカメラがついており プレイヤーを認識し自由に逃げ回ることができます。で、これのほかにやっとこれでやっとクリッチがプレーできると思いきやスポーツの世界にはまだもうちょっと大切なものがあります。何か。分かりますかのび太にとってのジャイアン悟空にとってのベジータ <laughs> ハリーにとってのそうマルホイライバルですね。 なので私たちはこの放起型モビリティコストを抑えて簡単に作れるようにし量産することができるようになりましたどうぞご紹介しましょう彼小林君はこの放起型モビリティのメカ設計デザインそして先ほど出てきたエグゾホイールそれも担当していますところがですねこう彼つい先日までこの放起型モビリティ乗ることができませんでした <laughs> 何でか分かりますか、まあ運動神経ですねはい <laughs> でところがですねまあ今日のためにたくさん練習してこのようにちょっと同じ動きしかできませんが <laughs> なんとかね乗れるようになってくれましたどうか彼の努力に拍手をお願いします <laughs>、はい、このエクストブルームですねこの後 ほんの少しの時間ではありますが体験していただくことができますですごく面白いものになりましたのでぜひ外で体験していただければと思います OK ありがとう <laughs> <laughs> どうもねありがとうありがとうさて今日ご紹介したこれらの秘密道具これらは全部販売を目的としたものではありません じゃあ何で作るのか私たちにとってものづくりとは手段であると同時に目的でもあります実際にか自分たちで考えたものを作り試しいろんな人に体験してもらってそこから新しい学びを得てそれを次のものづくりにフィードバックするそれはものすごく楽しくて刺激的でかけがえのない体験です人の歴史はものづくりとともにありました その結果を消費しているのが今の私たちだと私は思っています今度は私たちの番です今日では知識がなくともアプリを簡単に作ることができますどんなに不器用でも自動で精密な工作を行うことができます作り方に見当がつかなくてもキーボードを少し叩けば先人たちの素晴らしい知見そして仲間を見つけることができます ものづくりは人と人をつなげて新しい可能性を生み出します皆さんの中からたくさんの秘密道具が生まれることを心から願っていますありがとうございました